どうもこんにちは。今日は特に、何もないんですが、ちょっと飼育記録ということで、最近ちょっと企画ものが多かったので、現在の金魚の様子ということで、飼育記録ですね、残しておきたいので、ラジオ感覚でもし聞いてもらえたらなと思います。と言ってもそんなに長く喋るわけじゃないんですけども、こちらのダルマ料金ですね、年末に購入しましたダルマ料金です。もともと佐賀県の花咲くじっちゃまさんで、室内飼育で、水温が20度ぐらいのところで、飼育されていましたので、おそらく、薩摩の方から、薩摩さんのダルマ琉金なので、薩摩の方から仕入れて、暖かい、店内で飼育されてたと思うんですけども、当然現在真冬ですので、急に自分の外飼育に移行するのは危険ということもあって、で何より写真を撮ったりですね、この水槽ですね、黒の背面ブラックの水槽にダルマ琉金入れてみたかったり、でその中で動画撮ったり写真を撮ったり、作品を作りたかったので、久々のもう、ずっとしないであろうと思ってた透明水槽を結構すぐ復活っていうね、花咲くじっちゃま店さんで透明の水槽で買われたってことと、水温が高い、中で飼育されてたっていうことを、大きな理由2つあるんですけども、そういう中で外で、透明水槽で飼育して、でヒーターを入れて、20度管理をしていました。ですのでこちらに帰ってきても、大体一定の水温20度で飼育していました。そうなると期待できるのが、産卵っていうことになるんですけども、ただ、オスかメスかがわからない、こっちの鳥からの方はもう確実にオスなんですけども、こっちの桜だるま琉金の方がちょっといまいち、店長さんの方に産卵館見せてもらったんですが、わからないっていうことなんですけど、ただ明らかにそのお店で多少続かれたりしてたので、もうだいぶ卵を入ってるなっていう自分の中では読みで金魚を購入したんですね。多分家持って帰ってきたらすぐ、ほんと2、3日で多分下手したら産卵するっていう読みで、ダルマ琉金買ってきたっていうのが一つ理由があったんですけども、なかなかそこがうまくいかずに産卵の方に行きません。もしかしたらこの桜ダルマ、最近ちょっと自信がなくなってきてオスなのかなと思い始めてきたんで、意外とその産卵管自体は本当にあんまり飛び出てなくて、なんかオスのような肛門っていうか産卵管してるんですよ。で、これもしかして下手するとオスかもしれないなと思い始めてはいるんで、ただお腹を触ると、やっぱちょっと違和感というか、1年ぶりの感覚ですね。卵が入り始めてるぐらいの、メスのお腹はですね、卵を持ち始めると、真ん中にその筋みたいなのがあって、なんかその筋みたいなのが、なんていうんですか、なくなって少しずつ柔くなってくるんですね。その柔くなってくる段階っていうのが結構触ってみると日に日に分かってくるんですけど、そのスタート段階のような、卵が少しずつでき始めてるようなスタート段階のようなお腹の柔らかさはしてるんですよ、この子。だけん意外ともあっさりね、家に持って帰って新しい水ぶっこんだらびっくりしても卵出すんじゃないかなっていう期待もあったんですけど、なかなかその辺はやっぱ生き物を飼育してるんでうまくいかないっていうことですね。で、1月は結構大潮がいい感じで来てたので、正直産卵してくれる確信が僕の中ではあったんですけど、これですね、今ちょっと大潮の日程表を出してるんですけども、年末年始に買って、で今年の大潮ってもうお正月1月1から1月4の間にまず1回目が来るんですね。年末に帰ってこっちに持って帰ってきて産卵するんじゃないかなと思ってたのは、お月様は満月ではないんですけどね、こういう情報のもと、ちょっといけるんじゃないかなという称賛があったんですけども、完全にお正月期間の大潮っていうのは総倒れで全くそういう気配もなかったです。ただこれが落としても1月16から19あたりの大潮、この4日間で来るだろうって、これが最後のチャンスですね。でこれも来なかったらもう冬眠に入ろうって思ってたんですよ。
で現在も思ってるんですけども、結局、今日が1月の20日で大潮の方も終わってしまって、まあ、大潮終わっても2日後3日後によく産卵来ることはあるんですけども、まあ、なかなか、メスの方がね、そういう感じの体になってくれないっていうのが、まあ、卵も、多分ですけど、でも作り始めてるんですよ。体見ると多分少しずつですけど作り始めていると僕は思うので、ね、もう16、17、18、19、昨日まで、で、まあ、今日あたり明日ぐらいまでには出してくれるんじゃないかなとは思うんですけども、ちょっとまあ、現在はちょっと厳しいかなって諦め気味です。オスの方はですね、もう準備、追い干しも出てきて、絞ったら精子の確認もできましたので準備万端なんですけども、たまにつついたりもしてるので、メスの方、まあ、その時点で多分おそらく間違いなく桜だるまの方は、メスかなと思うんですけども、ということで、まあ現状はもう1月今日ですね、今日でも透明水槽終わりの予定だったんですけども、もうちょっと引き延ばして、まあ、1月末の大潮ぐらいまで待ってみようかなって思います。もうこれがダメであればもうずるずるしてもしょうがないですし、まあ、あんまりヒーターとか使わない主義というか、あんまり使いたくないルールのもと自分は飼育してるので電気代かかってしまうので、ちょっとそこかなって思います。まあ、そんな感じで、あと10日間ぐらい待って、ダメであればもう自然に冬眠の方に、入らせようかなと思いますので、冬眠入ったらいきなり始まったりもしますからね。意外と寒い中でも産卵ってするんで、金魚って。そうなんですよ。ただなかなか船の中に入れてるんで気づきにくいんですけども、まあ、そんな感じでちょっと、予定よりも10日ぐらい、引き延ばしまして、また透明水槽引き続き飼育していきますけど、だるま琉金の投稿が動画が止まったのであれば、多分、産卵なくそのまま、冬眠に入ったんだなと思ってもらえればと思います。そんな感じで、ちょっと雑談でした。ありがとうございます。ちなみに今この動画も急遽思いついて今喋ってるので、そのまま動画公開しますけど、もともと予約公開予約っていうんですかね、をしている、今は何ですかね、多分松笠病かなんかですね、土佐菌が松笠病になっちゃったんですよ。それをシリーズ化して、確か今動画アップしてると思うので、ぜひ、5時に、夕方の5時にアップ、基本金魚の村の動画って夕方の5時にアップされますので、日曜日とか午前中に上げたりしますけど、夕方5時にですね、また確か松笠病ぐらいだと思います。今日1月20日なので、ちょっとですね、松笠病飼育も一生懸命頑張ってますので、もしよかったら今日はだから動画が2本になりますけど、お時間があったらぜひ、見てください。ありがとうございます。